に合った。いや絶対やだよ、引きずる。これいい子なのにケイト、自分も悪くないしね、悪いことしてないのにケイト。頑張れ頑張れ。マックス、何しに来たの？来ないで、来たら飛び降りるから。そんな、力が使えない、巻き戻せない。失敗したらおしまいだ。マジで？マックス、私本気だよ。それ以上近づいたら飛び降りる。巻き戻すんだ。分かったから落ち着いて。ここならいい？ケイト、私と話そう。ごめんね、マックスは悪くないよ。デイビッドを止めてくれて嬉しかったけど、もう何もかもどうでもいいの？よくないよ。よくないよ、みんな心配してる。私だってそう信じたいよ。ケイト、諦めちゃダメだよ。私と一緒に乗り越えよ。力になるよ。ホワイトボードの落書きだって私が何度も消してきた。マックスが気にかけてくれるのは嬉しいよ。少し救われる気がする。友達だもん、いつでもそばにいるよ。言葉としてはいつでもそばにいるよですよね。でね、電話出たりもしたし、大丈夫じゃないですか。それでこれで行ってみましょうか。私がいつもそばにいるから、これからは友達が最優先って決めたの。電話で話した時は少し安心した。マックスは親身になって聞いてくれるから。ケイト、私を信じて。そうだよ。そこから降りてこっちへ来て、力になれるから。嘘じゃない。今朝だってシャワー室の鏡に動画のリンクが書いてあったから私が消したんだ。そんなこと言われたって信用できないよ。信用できない？今朝相談した時何もするなって言ったじゃない。今は危険なの、どうしていいのか、時間が必要だった、証拠を集めてる。今ネイさんがケイトに薬を飲ませた証拠を集めてるの。被害者は他にもいる。犯人を捕まえるために協力して。ネイサン・プレスコット、あの男ならありえるけど、証拠は見つかったの？もうすぐ揃うよ。そしたら警察に行こう、うん、私たちで学校の安全を守るんだ。ありがとうマックス、この1週間で初めて希望が見えた気がする。これいけるんじゃないか。辛い時に支え合うのは当然だよ。お願い、そこから降りてこっちへ来て。来て。お願い、こんなの間違ってるよマックス。今毎日が悪夢なの。わあ、なんかダメダメ。このまま目が覚めないなら永遠の眠りについた方がマシ。これでまたネットにばらまくネタができてみんな大喜びでしょ。一度乗ったら二度と抜け出せないなんて本当に蜘蛛の巣みたい。過去に戻って全部消せたらいいのに。動画なんてたくさんある、気にすることない。二人で戦おう。私と一緒にいじめる奴らと戦おう。二人で力を合わせればきっと勝てるよ。本当に勝てると思う？私もう奇跡なんて信じられないよ。私は信じるよ。それはケイトのおかげでもある。こっちに来て全部説明するから。マックスは本当に優しいんだね。それが私を説得するための嘘だったとしてもそれでもいい。あ、ありがとう。お、友達だもん。だからこっちへおいで。ダメ、え、やっぱりこれ以上生きていけない。なんでよ。どうしよう。お母さんは、どうすればいいの。お父さんだ、見といてよかった。部屋、そうだ、お父さんにすごい愛されてるよね。お父さんのこと。ケイト、お父さんからのハガキを見たよ。すごく愛されてるんだね。お父さんはケイトの味方だよ。そうだね、迷惑かけたけど、それでも父さんだけは私を信じてくれる。うん、来て、頼む頼む、お願いお願い。やったよかった。ごめん、
バカだった。ケイトはバカじゃないよ。私の大事な友達だよ。わあ泣きそう。ふう、よかったよかった。失敗できないもんね、巻き戻せないから。巻き戻せないことがあるんだな。今日の一件は実に遺憾だが、登校が一丸となり一人の女子生徒の命を救ったのは誇らしいことだ。ケイトを説得したマックスの功績は計り知れない。私は何も。おっしゃる通りです。マックスはヒーローだ。何がヒーローだ。あれなんか急にまた悪くなったな。私には生徒が健全な学校生活を送れるよう管理する義務がある。学びの場でこのようなことが起きたのは遺憾極まりない。マドセン君、屋上のドアは警備上常時施錠しておくことになっていたはずだ。しかし今日はどういうわけか鍵が開いていた。これは警備主任である君の責任だ。ジェファソン君、生徒一人一人の状態を把握するのは難しいだろうが、ケイトは君の授業の助手をしていた。何か気づけたはずだ。ネイさん、君はボルテックスクラブのパーティーを主催しており、前回はケイトも参加していた。君にもいくつか聞きたいことがある。マックス、まず君からなぜ屋上へ行ったのか説明してほしい。事前にケイトから何か聞いていたのかね。知っていることを全て話しなさい。これこの感じ、ここ大事みたいですね。大事な選択。ジェファソンね、ジェファソンと話してましたよね。姉さんじゃないやっぱり。でもここでさ、姉さんの話を出して証拠ないもんね今。どうしよう。でも一番やっぱり責任っていうか、結局姉さんがねやらかしたから今ああいうことになってるからね。じゃあちょっと姉さん、ケイトはパーティーで姉さんに薬を飲まされました。朦朧としている間に男子とキスしたところを動画に撮られたんです。俺に？お前大丈夫か？ちゃんと動画を見りゃ一目瞭然だよ。本人完全にノリノリだったの。それだけじゃない。病院に連れてくってケイトに嘘ついたでしょ。連れてくつもりだったけどすぐ落ち着いて結局行かずに済んだんだよ。あのパーティーでケイトに何かあったのは間違いないよ。女子トイレで銃を持ってたことはどう説明する気？名誉毀損で訴えるぞ。この学校も一緒に訴えてやる。弁護士だってもう雇ってあるんだ。姉さん、そのぐらいにしておきなさい。銃の件はすでにマックスから聞いた。残念ながら例の動画についても複数の人物から報告を受けている。俺も報告した。姉さん、君は普段の動画にはっきりと映っているばかりか。パーティーの主催者という立場でもあるね。以上を踏まえ君をしばらく停学処分とする。ご勝手に後悔するぜ。ウェルズ校長、そろそろマックスとネイさんを休ませてあげては。目の前で仲間が命を絶とうとしたんです。これ以上はあまりに負担が大きい。そうだ、ショックでそれどころじゃない。よく言うよ、お前。ではマックス、今話した内容が全て真実であることの証明として書類に署名をしなさい。頭が痛いけどもう一度力を使えそう。もう一度何？ちょっと何これ、これサインしたらどうなの？もう一度だけってこと？もう一度。早くサインすれば早くここから出ていける。そうだよ、そうだけどさ、俺ねこれでいいと思うんだよな。ケイビの人
あいつすげえ嫌なやつだけど、あいつはね、多分悪くない。何かね、やっぱこう正義感強いんですよ、とりあえず。警備の人はね、デイビッド。で、多分ね、この、ネイさん、ネイさんが関わってること、そしてそういう薬をやってることも実は知ってて、で、そのケイトが、ね、今回動画流されたことで、何か知ってるんじゃないかって思って、デイビッドは。で、やっぱりそれを、どうにかね、犯人を捕まえたいっていうのがあるんじゃないですかね。だからなんかこう、ケイトの写真撮ったりとかなんかね、つけたりしてるんじゃないかなって。で、先生はね、すごくいいやつじゃないですか。僕の予想ですけど、今の時点で。この人が、薬に関わってんじゃないかなって思うんですよね。実はこの先生が、薬を調達して、で、みんなに回してるんじゃないか。こう、姉さんに渡したりとかね、してるんじゃないかなって。なんとなくです。もしかしたらっていう。はい。僕、映画の見過ぎですね、多分。いろんな可能性を考えてしまうんですよね。なんで、まあ、だけど、その先生を責める材料がね、そんなないですよね。ケイトとね、ちょっと揉めてたけど、うん、これでいいです。これでいきましょう。かえって謎ばかりが増えた感もあるが、警察による捜査に期待するとしよう。重ね重ね、今日のことは実に遺憾だ。時間を戻してやり直せたらどんなにいいか。ね。私からは以上だ。まあでも、定額になったことで、あれですよね、姉さんはより一層、マックスに対して恨みを買ってしまいましたよね。怒ってんでしょうね。まるで夢を見てるみたいだった。ケイトの手を掴もうとしたらスローモーションになって、ケイトも私の手を掴んで。あんな感動的な場面、俺生まれて初めて見たよ。ケイトを抱き留めた瞬間、拍手喝采、涙の嵐、スーパーヒーローみたいだ。どこが？身も心もボロボロだよ。何言ってんの、キラキラ輝いてるよ。背中に翼生えてもおかしくないね。ケイトのことが心配。あんな動画なんかのせいで、まさか死のうとするなんて。まあ、あれだけ拡散されたらね。ウォーレンも見たの？一回だけだよ。二回だったかな。聞いて、こんなこと言うと変に思われるかもだけど、この学校で何か良くないことが起きてる。同感だね。ケイトの件とレイチェルの行方不明は関係があると思うの。それからネイさんとデイビッド・マドセンも。陰謀論者ではないけど、あり得ると思うよ。昨日のネイさんは普通じゃなかったし、マドセンは腐ってる。他にも何かあったっけ？ねえ、あれ見て。太陽がどんどん欠けてく。急に寒くなってきた。マックス、今日は日食の日じゃないよ。絶対違う、間違いない。やばいね、なんか雪から、あら、わかってるよ。もう何が起きても不思議じゃない。もうおかしすぎるでしょう。いろんなことが。あ、これでなんかエピソード2終わりそうですね。
デイビッドね。車の中で何してる？校長となんか揉めてますね。あれ？なんだろう。あれどうした？泣いてるの？あれこいつらできてんのか？こいつもね、なんか知ってそうですよね、レイチェルのことね。入院してるのか。ケイトでもよかったよ、救えて。青春だね。俺もこの世界の中に入りたい。ケイトの写真。なんだろうこれ。デイビッドのファイルかな。さあみんなどんな選択をしたのかな。証拠を集めるまで待つように言ったが多いですね、やっぱり。やっぱ電話に出たい人の方が多いっすね。フランク、あ、ここは微妙ですね。微妙だけどフランクを撃とうとした、人の方が多いですね。ケイトを助けた57。あ、これ意外と少ないですね。結構多いかなと思ったんですけど、失敗してる方もね、失敗したのかそれあえて選択したのか、どうなんでしょうかね。あ、やっぱ姉さんを選んだ方多いですね。70%。こういうの見るとね、安心しますね。あ、これで良かったのかなみたいな。姉さんのことを話した。あ、これは前回のやつかな。あ、そう、違うか。そうだね。さなぎだから。で、これで、次。結構、あれですかね。まあ、僕が選択してるのは結構みんな同じなんですね。はいはい。お、次回予告ですね。何よそれ。何今の。予告とは言えないぐらい短いですね。何が何なのか。なんか建物の中に侵入した感じですよね。学校かな。はい、まあそんな感じで、エピソード3これで、違う、エピソード2 エピソード2がね、これで終わりですね。そうですね、
時間的にもちょうどいいんで、今回この辺にします。だんだん面白くなってきましたね。ケイトを助けれる時にね、マックスが全部話すからって言ってたんで、ケイトもね、能力のことをこれで知ることになるのかならないのかね。とりあえずケイトのことを救えてよかったですね。失敗、もう時間は戻せないってなった時にね、一つ一つの選択に すごい重みを感じましたね。でもね、実際、例えば自分の身にね、あんな出来事が降りかかったとしたら、同じっていうか、それに近い気持ちなんじゃないでしょうかね。例えばですけど、皆さんね、今まで経験した中で、こうすればもしかしたらこうなってたんじゃないかとかね、絶対あるじゃないですか、そんなね出来事が一つや二つで。やっぱりね、そうなってくると、何かを失敗して、後悔とかねして、もっとこうしてればとか、この選択を選んでればとかっていう、その経験、これからね、例えばまた別の出来事が、起きた時に、その過去の経験でね、きっと重みを感じるはずです。その次の出来事の時に、重みも感じるし、その失敗から得た、なんていうのかな、そういう経験がね、きっと生かされるんじゃないかなと思います。はい、ということで、今回この辺にします。またね、よかったら見てください。次回はエピソード3、カオス理論です。はい、お疲れ様でした。バイバイ。